おはこんじるまん、今回の動画は届いたばかりのこちら、プレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX43 ゴッドガンダムなんだけども、箱ちっさそう、こちらかなりシンプルな商品にもかかわらず、昨今のさまざまな事情によりお値段は結構お高め。単品で購入した場合送料込みで6600円を超えるんです。波のマスターグレードよりも高いなんて相当な高級品ですよね。じゃあこちらそれだけの値段を出す価値があるのかどうなのかってちょっと気になりますよね。なので今回ジールマンは実際にね、購入し遊んでみて、この EX43 ゴッドガンダムのいいとこ悪いところを見ていきます。ただその前に先んじてこれだけは言わせてください。ジールマンね、アンサンブルシリーズのほとんどを持っているくらい本当にこのシリーズ好きです。なのでこちらも買って後悔するという結論には決してなりません。買ったことに後悔はないんだけども、それでもこれはもっと良くしてほしい、そういった気持ちでいいとこ悪いとこをお話しさせていただくことをご了承ください。それでは早速こちら組んだ状態ご覧いただきましょう。いつもの机にレッツラゴー。はい、ということでこちら組んでまいりました。パッと見はね、そこまでボリュームはないですね体感的に言うと、ちょっと待ってくださいね。ゴッドガンダムは細かいパーツ類が多いので、まあ一見ね、それなりにボリュームがあるように見えるんですけども、先日発売された 15.5 弾のリゼルと、このリゼル拡張セットと比べてみたときに、なんていうかこう、パーツ数ではなく、例えばその重さとか全体のこのね、ボリュームみたいな感じで言うと、あまり違いが見られませんでしたね。ある意味一番ボリュームに違いがあるのは台座かもしれません。まあ、なのでプレ版限定の EX っていうその高いシリーズを買ったのに、いざ組み上げたら、おお、このぐらいのボリュームかっていう一種の肩透かしみたいなのを感じる人はいるかもしれません。ただもちろんね、ボリュームだけで価値を決めてはいけません。今回のゴッドガンダム、色分けが素晴らしいの。特にすごいのはね、成型色による色分けですね。なのでまずはゴッドガンダムがどれくらい細かく色分けされてるかを見ていきましょう。さあ、そんなゴッドガンダムの色分けなんですけども、まあここのね、遠目に見てる時点でもゴッドガンダムにいかに色が多いかが伝わるのではないでしょうか。特にアンサンブルあるあるとして、後ろ姿がちょっとみたいなのがあるんですけども、こちらはさすがにプレミアム、しっかりとね、後ろ姿も色が入っております。それでは各部見ていきましょう。まずはお顔から、こちらね、センサーであったり、あとはツインアイやお口部分も当然ながらしっかり塗られていて、への字ダクトもまあ9大点ですかね。で、成型色の話で言うと、このブレードアンテナ、こちらね、アンサンブルのブレードアンテナって結構塗装で色を表現することが多いんで、まあ、なんかあったらね、その塗装ハゲが最初からあって気になるとか多いんですけども、こちら4本ともね、なんと全て別造形なんですよ。でこれらが全て成型色なので、一切ね、塗装ハゲとかが起こらないっていうメリットがあります。そして胸部、しっかりとね、マシンキャノンのとこも白く塗り分けられてますし、ここのね、胸部ダクト、これもね、ちょっと待ってくださいね。はい、このように別パーツで成型されてるんですよ。この辺はね、今までのアンサンブルにはなかなかなかった仕様ですね。同じくここの胸部のパーツも別成型です。そして腕部、まずは肩ですが、こちらね、塗装による色分けでございます。しっかりとね、白と赤が塗り分けられていて、さらにこの中のね、ダークグレーの部分、これ嬉しいですね。赤一色だったらどうしようって思いましたもん。さらに側面もね、しっかりダークグレーが入ってんですよ。これはね、今までのアンサンブルだったら完全にスルーされていた箇所ですね。そして前腕部、このゴッドフィンガープロテクターの黒部分、これはね、塗装じゃなく成型色です。これもありがたいですね。ここからは下半身、下半身はね、特に成型色でっていう色分けはないんですけども、ちゃんとね、フロントスカートもしっかり基本的な色分けがされています。特にね、先ほどの肩と同じくこの青い部分の墨入れ箇所、これ嬉しいですね。そしてリアスカートもしっかり青い、いやこれはほんと一安心でした。
そして靴パーツ、まあ、基本的なね赤の塗り分けはもちろんなんですけども、この黒い部分しっかり塗り分けられてるのもゲーコマだなって思いました。本体以外で言うとこのゴッドスラッシュ、これもビームバーが色付き、いやーこれは正直ありがたい。そしてハイパーモード用の胸部パーツ、こちらもねしっかりと色が塗り分けられております。これらの成型色や塗装による色分けで360度どこから見てもしっかりゴッドガンダムになってます。ありがとうございます。では引き続きゴッドガンダムのいいところとして各部の可動やギミック見ていきましょう。まずゴッドガンダム本体なんですが、基本的な可動箇所に関してはアンサンブルなので割愛しますが、なんといっても今回はそうここフロントスカートの可動なんですね。ググイと動かしてあげると、はい、こんな風に上げることが可能です。これによりね足をしっかりと上げれるわけです。でもこれだけじゃない。なんと公式の説明書からこのフロントスカート中央部分を切り離してご使用くださいの文言がございました。切り離すのはここ、今線を引いてるところですね。ここから綺麗に切り離すことによって可動が増えるということです。では早速切り離しましょう。ここでジールマンのワンポイントアドバイス。よくガンプラでもねフロントスカートを切り離すギミックあるじゃないですか。ただあれって接続部の間に結構隙間があるからやりやすいんですよね。それに対してこのゴッドガンダムのは非常に隙間がございません。これを切るときにニッパーを使わないことをジールマンはおすすめします。ニッパーは当然このような形状なので両サイドをきれいにまっすぐ切断するのには向いていません。なのでこちらのパーツを切り離す際にはカッターナイフかデザインナイフを使いましょう。これでこの中央の細いモールドに合わせて、よいしょ、グッと押して引く。これで綺麗に切ることが可能です。当たり前かもしれませんが意外と大事なことなのでお伝えしました。そうすることで蹴りポーズもバッチリ。いやかっこいいですね。もしこんなかっこいいポーズでフロントスカートが両方ともピョコって上がってたらやれすもんね。なのでこの仕様は本当にありがたいです。でさらに腰部で言うとここのねゴッドスラッシュホルダーも最高です。ちゃんとね造形されてる上にこれ稼働します。いやーゲーコマ。そして素晴らしい造形と稼働、最後はコアランダー。これ、まあ、モビルファイター形態でいうとやはり注目すべきはここですね、まあ、これがね稼働することもすごく嬉しいんですけども、何よりも下ろした時にピターこれですよ。これが綺麗に収まる計算がされてるっていうのは個人的に最高でした。さらにこちらなんとコアランダー再現パーツまでついてます。これは本当に素晴らしい。このようにね取り付けてここ稼働するんですよ。グイーンとこうですね。もう完璧完璧オブ完璧です。では素晴らしいコアランダーのギミックを見たところで、それ以外のギミックにも触れさせてください。ということでギミック最初はこの腕組み。いやかっこいい。やっぱゴッドガンダムといえばこれないといけませんもんね。なんとパーツ差し替えによってしっかりと再現が可能です。まあ、正直ねアンサンブルにおいてこれはパーツ差し替え以外方法がなかったんで全然ありです。でそれ用のね腕組み用のためのこのゴッドフィンガープロテクターまでちゃんと作られてるんですから、もうこれはひたすらシンプルにありがたい。さらにアンサンブルは小型フィギュアの中では非常に可動が優秀なので、先ほどのようなキャップの上にもスタンドなしで立たせることが可能なのも嬉しいですね。そしてやはりギミック最後はこちら、バークネッツゴッドフィンガー。いやーかっこいいですね。ゴッドガンダムは超級覇王伝英団とか関谷天狂拳とかあるけど、やっぱりゴッドフィンガーでしょう。それがこのような形でしっかりと再現可能です。でさらにですねこちら今はね右腕になってるんですけども、左腕用のゴッドガンダム用パーツ、ゴッドガンダムじゃないごめん、ゴッドフィンガー用パーツ、
このようにね、しっかりとございます。これもね、嬉しい気遣いですね。あとさらに細かい点で言うと、はい、このように赤熱化する前のゴッドフィンガーのハンドパーツまで付属してるんですね。ホスピタリティがすごい。以上がアンサンブル EX のゴッドガンダムの良かった点ですね。ここからはちょっと気になった点とか、これはさすがにいただけないなっていう部分をお話しさせていただきますので、バンダイ信者の方はここいらでブラウザバック推奨です。まずは軽く気になる点を一つ、それがこのゴッドフィンガープロテクターのポロリですね。正直この状態での分度が一番多くなるので、それがポロポロするっていうのは気になりましたね。なので塗装とかを全く考えてない方は接着推奨だと思います。続いては気になるなをちょっと超えた、これどうなんだろうなってお話です。それがフロントスカートの切断。いや、さっき散々褒めたやないかいと思うかもしれませんが、それはもちろん素晴らしいことだと思うんです。ただリスクがねっていうお話なんですよ。1体6000円超えてるんですよ。そのような商品に何の保険もなくこの細い間を切れっていうのは、ちょっと自己責任に任せすぎやしませんかってとこですね。個人的にそれは何らかの保証があった上でやらせてほしかったなって思います。まあ、例えばね、結構大雑把な方がニッパーでバツンと切って片チンバになっちゃった結果、片側だけがね、なんかうまく動かなかったりポロリしやすくなったりとかね、そういうリスクがあるので、せめて説明書にね、これこれこういう方法で切断してくださいっていうのをアナウンスするとか、あとはまあこの腰のフロントスカートパーツをもう1セットつけとくとか、そういった配慮があると嬉しかったですね。最後は普通にこれいただけないなっていうお話、塗装です。いや、それもさっき褒めてたじゃないかって思うかもしれませんが、あくまでも色分けがされてることについて褒めてたのであって、その塗装レベルに関しては僕一切褒めてないんですよ。例えば胸部マシンキャノン、この塗装ひどくないですか。白がね、はみ出てる上にちゃんと塗れてませんし、サイドなんかに至ったらもう全然塗れてません。そして左肩、ここの白いパーツに赤の塗料付着してますし、はい、ここのサイドにも赤い塗料付着してます。あとは肩のちょっと見えにくい部分、見えにくいからって少し手抜きが過ぎるかなって思いますね。もう少し綺麗に塗ってほしいです。具体的に言うとラインがガタガタなんですよね。それなりに高額商品なんで、そういったところはきっちり綺麗な線にしてほしいなって思います。最後はハイパーモード用の胸部、まずはこの黄色い部分、これ濡れてませんね。これは塗装されてるとは言いません。思いっきり下地の青が出ています。こちらノーマル状態ね、成型色による表現なので、なぜこちら側も同じようにしなかったのかが分かりませんし、仮にね塗装するんであれば同じ色にしてほしいです。で、当然ながら下地の青が見えないようにしてください。そして最もひどいのが緑のパーツ、これ何？サンプルじゃないよね。わかりますか？他のところ、まあこれもね、若干下地の黄色が出ちゃってるんで、まあまあ微妙な塗装なんですけども、ここ完全に濡れてませんね。これは、ちょっとどうかと思います。決してね、わざわざ文句をつけたいから買ってるわけではありません。それだけアンサンブルを好きなユーザーがこれだけ怒ってるということを理解していただきたい。そしてもう一つ勘違いしてほしくないのは、高いから怒ってるわけでも、塗装のクオリティが低いから怒ってるわけでもないんです。高い割に塗装のクオリティが低いから怒ってるんです。円安問題をはじめ様々な事情で値段が上がってしまうこと自体に僕は否定的ではありません。ただ、値段上げんならクオリティ上げようか。どっちかじゃない？今回のクオリティのまま値段据え置きにするか、送料込みで単品で買った場合6600円を超えるような高額商品ならそれにふさわしいクオリティの商品に仕上げるか、製造コストがどれぐらいかかってるか知りませんが、お金を出して購入し、それを手に取ったユーザーがこれはお値段以上だなっていう体験をさせられるかどうかが商売でしょ。それがものづくりでしょ。もう少しユーザーに対して誠実に向き合ってほしいかなって思いました。ということで今回はモビルスーツアンサンブル EX43 ゴッドガンダムの良かった点悪かった点のお話でした。今回の動画に共感した参考になったと思ってくださった方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。